他に聞きたいことはあるか あんたの頼みたいことってのは何なんだ二人の男を救ってやってほしい誰なんだそいつらは一人は俺の秘書だった男トーマ秘書だったって何で過去形なんだトーマは二週間前勝手に俺の秘書を辞めたよどうしてだ トーマは俺の基地拡大法案の裏にある本当の狙いを知ってしまっただからリゾート開発計画を動かせる男にすり寄ったそれは誰だ極道だよ何東城会直系白鵬会会長峰義孝だ峰がおいそれどういうことなんだ こうなった以上当マから峰に秘密が漏れる危険が高いその前にあいつは当マの口を封じようと動くはずだあいつそれがあんたの言うもう一人の男かそうだそうならないようあんたに止めてほしいんだその男とは風間ジョージだ 他に聞きたいことはあるかトーマが 基地拡大法案を通過させるためにリゾート開発の土地買収を頼んだ先があの峰だというのかそうだその話はおかしいな死んだ柏木の話によればリゾート開発の土地買収を進めていたのは鈴木と風間それに風間とつながってる東場会の組織ってことになるはずだうん だが事実はそうではないそもそも2年前の玉城組の土地買収騒動以来リゾート開発の土地買収は行われていなかった何だとじゃあ何で風間は中原を打ってまで土地の権利証を奪ったんだ基地拡大法案を進めるためだリゾート予定地の買収が進まなければ同時に基地拡大法案も止まってしまうそうなれば ブラックマンデーの尻尾がつかめないだから強引な手段で土地の権利証を中原という男から奪い土地の買収を推し進めようとしたんだ登場会を使ってかああ CIA は道島大吾を動かすためネックとなっていた朝顔がある土地の権利証を奪い土地買収の協力を持ちかけただが大吾は土地の買収を断った だかからたたれたのかそういうことだそしてトーマはミネにリゾートの土地買収の話を持ちかけたトーマはリゾートの利権その全てをミネに渡すという条件で協力するよう求めたんだろう利権の全てを渡すだとそんなことしてトーマに何のメリットがあるんだトーマという名前から奴が沖縄の人間だということは知ってるな 1ああ一年前直接本人から聞いた今から3年前ーマは沖縄の発展を夢見て政治の世界へと足を踏み入れたそこでーマは沖縄の米軍基地拡大とリゾート計画のことを知り沖縄のためになるならと喜んで働いたあいつは。 沖縄を豊かにししたたいいと話していたトーマの目的は最初から沖縄の発展しかない。あいつは1年前にリゾートの土地買収とヤクザがつながっていることが発覚しそうになった時にも、基地拡大まで共倒れにならないよう、俺を東上海の道島に引き合わせ、丸く収めさせた。だが、あいつは初めから基地拡大のことはどうでもよくて。 リゾート開発計画のことしか頭になかったんだじゃあ東間は堂島大吾とあんたを引き合わせた時に登場会の連中峰とも知り合ったというのはだがやつは1年経って法案がフェイクであることを知ってしまっただから強硬に土地買収を進められる力を求めて白崩壊にするよって言った東間と峰は互いの利害が一致して手を組んだんだ なるほどな。だがあれだけ六代目に忠実だった峰が登場界を裏切ろうとしていたとはな。峰という男はよくわからん。今回の一連の騒動で登場界の事実上のトップはあの男のはずだ。黙っていればより上のポストが約束されているのに <laughs> 何を考えているのか。